おはようございます、山田です。今日はめちゃめちゃテンション高めです。というのも今はボリビアのウユニまで来たんですけど、今日はそのウユニ塩湖を見に行きます。ウユニ塩湖を見に行くっていうのは僕の中で一つの夢で、今日それがいよいよ叶うと思うと、もうめちゃめちゃ興奮するし、多分顔に出てると思うんですよね。昨日の夜着いて、今日の早朝にもうツアーには申し込んできたので、これから集合場所に向かうんですけど、ウユニ塩湖に行けるツアー会社はたくさんあるんですが、もう僕が選んだのは日本人に一番有名なあの穂高ツアーっていうところですね。まさにここかな。で、本当はあのローカルツアー、こういうなんか日本人向けじゃない、本当にこう海外の方とかがあのやってるツアーの方が安いんだけど、あのここを選んだのには理由があって、せっかく来たウユニだったので、あの日本人の趣味嗜好とかを分かってるそのツアー会社の方がいいなと思って、こっちの方が多少割高なんだけど、この穂高っていう会社にしました。これが僕の中の一番のこの楽しみ、この世界一周中の楽しみでもあったので、もうそこは蹴散らず、ここの、 あの日本人に人気の穂高ツアーにしました。ということで、まあ、とりあえずは集合時間まで待ちたいと思います。あ、そうなんですね。中はこんな感じ。右回した、左回した。めちゃめちゃ日本の方たちがいらっしゃいますね。今、集合時間あたりですけど、全員日本の方。ということで、今日乗ってく車がこいつですね。同じツアーの方も皆さん日本人で、めっちゃ優しい方になっちゃった。あ、優しい、ありがたい。動画も全然 OK ということなので、この車でやっていきたいと。今ここで最初靴を長靴に履き替えるような感じですね。もう周囲はこんな感じ、みんな長靴でチェンジです。今出発して10分15分ぐらいですね。ウユニ塩湖到着しました。ここはあの列車の墓場って呼ばれてて、景色はこんな感じです。意外と小さいのかなと思ったら全くそんなことなくて、めちゃめちゃ広い。もう見えてるところ端から端までずっともう使われなくなった列車だらけ、遠くの方まで続いてます。ちょっと列車の上歩けそうだから歩いてみようかな。いいよっ、あ、いけるいける、まあ、滑ったらやべえな。いや滑り止めないんですよ。意外と歩けるな。こんな感じです。ずっと列車が続いてる。いやすごいわ。ここカメラマンやります。足が長いから。あれ写真撮ってくれます？ここで落ちたら上に行けない。すごい、おちょっと最後真っ暗な、本当に真っ暗な。全然大丈夫です。同じツアー仲間の楓さん、ドライバーのサントスさんとその仲間たち、こんにちは。あの友達、友達です。日本から来ました。じゃん。
マーケットですね。ウユニにあるマーケットにやってきました。お土産を買うようなマーケットがいっぱい並んでるところ。アルパカみたいな感じかな。こうやってここは子供たちも働いてます。山肉だそうです。山。Thank you。いただきます。ラム肉よりの、うん、もうでも初めての味、うん、これ多分ジンギスカンとかラムが苦手な人は食べれない。ということでこの旅一番来たかったウユニ塩湖到着です。やばい、テンション上がる。一面鏡張りです。めっちゃテンション上がるわ。来ました、ザ・ウユニ塩湖。めっちゃすごい。いやマジでずっとここに来てみたかった。でその夢がとうとう叶った。いやもうめっちゃ幸せ今。ここはすごいな。天気にも恵まれたし、みんなすげえ仲良くなって、参加者みたいな集合写真みたいな感じ。今とりあえず写真撮影が終わり、これから昼ご飯ですね。うわすごい。皆さんすいません、ありがとうございます。揚げ物系とご飯とサラダにバナナに温野菜っぽいやつ。これはアボカド。アボカド。アボカドね。オッケー。アボカド。アボカド。ユニに。乾杯。ああうまい。ということで、さっきの場所から移動してきたんですが、ここも有名なところですね。今この国旗見てて思ったんですけど、いろんな国の国旗があるんですけど、名前が書いてある国旗、個人名、日本の国旗だけ。日本の国旗が白い部分が多いからね、みんな名前書いてるけど、国民性出てますね。もう今は夕方になってサンセット待ちなんですが、サンセットはあいにくちょっと今日は曇りですね。それでもこの景色やばくない？ちょっと声が枯れてきちゃった。夕日直には見えてないんだけど、こうやって雲の間から抜けてきた光がこうやって反射してめっちゃ綺麗。はい、ということで今自分のホステルまで戻ってきました。
やめちゃくちゃ良かった。もう見ていただいたらもう分かると思うんですが、天気にも恵まれたし、もう一緒に行った人たちにも、こうグループの皆さんにも恵まれたし、あとそこで会った人たちにもね、ドライバーさんにもすごい恵まれたし、いやまずいいこと尽くしでした。で本当にここのウユニ塩湖は本当に前からずっと来たくて、それがようやく叶ったので、本当になんかもう本当に今幸せだなっていう感じです。で日本から来るとなるとやっぱどうしても遠いので、まあ、今回の動画みたいなものを通してまた皆さんにも楽しんでもらえてたら最高です。ここのウユニ塩湖でやっぱ日本の方にすごくたくさん会えて、でこれもいい機会だと思ったので日本の方にインタビューをさせてもらって、でその動画も今作っているので、それをまたね次回の動画としてアップしたいと思っているので、ぜひ見てみてください。すごく面白い動画になっていると思います。ぜひ今回の動画気に入ってくださったら、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。いやめちゃくちゃよかった。また次の動画でお会いしましょう。以上、ボリビアはウユニからでした。バイバイ。